現在活動休止中の学徒さんって以前は ABEX に所属してたと思いますが、松浦さんとの交流ってありましたか？もしあったらエピソードを教えていただきたいです。学徒ね、うん、あるよ全然昔から、うん、よくなんか LINE が流行った時に LINE でお互いにバーカとかボーケとかって遊んでたことがあるけど、うん、なんか結構反応してくれて楽しかったですよ、うん、で、なんだろう、思い出、うん、なんかいつもなんか、なんだろうな、なんでも知ってる、まあ確かにそうだよね、いろんな格付けとか出てきたから、出たらそうなんだけど、とにかくはちゃんときちんと生きているよね、うん、そう、ちゃんと生きてる、勉強もするし、中国語や韓国語わかんないけど、もう一生懸命って体も鍛えるし、うん、なおかつお酒もちゃんと飲んで、人の面倒も見るし、で、なんか一回、うちの女子の、うん、女優と僕がちょっとそのドラマ出る出ない映画出る出ないで揉めてた時に、そのガクトさんが前にたまたまいてね、相談に乗ってくれた時にさ、その女優が気が強いから、あんたなんか関係ないのって言われて、だガクトさんの顔が忘れられませんいや、うん、親身に乗ってくれる人でしょう。ただまあ今どうなっちゃってるかよくわかんない。医学さん今なんか休んでるんですか？よくわかんないですけど、それもそれもなんか、うん、まあ悪いことなのか法律的に悪いのかどうか僕は知りません。法律的に悪いわからないけど、まあね、うん、フランス行ったらへーへーへーみたいな感じじゃないですかね。そういうのはまあここは日本ですから、誰でも幼稚園で生でも言います、法律を守りましょう、そういうことです。